半分ぐらいは見れたんですけど、見てたんですけど、そう全部は見てないんだけどね。なんか何も言わずにね、なんか渡してきて、何も言ってないんですまだ。そうっていうか、なんか聞いてください皆さん。なんかお父さんさ、なんかね、そう鬼滅っちも買っとったんよ。そうマジで、なんか私が気づかない間に部屋に置いてて鬼滅っちを、私もお父さんも鬼滅の刃大して知らないのに、あれこの話しなかったっけ、私してなかったから、結構前の話です、これ夏とか、もっと前もっと前、夏でも夏ぐらいの話、あ言ってなかったか。でそれで、なんかね、えなんでみたいな、でなんかなんだっけ、これアマゾン限定とか言ってて、なんか気づいたらポチってたっていうから、って思って、なんで、おお、うちの家族鬼滅の刃好きな人ってそんないないけどみたいな見てない人がほとんどだから、いや見てない人がほとんど、嘘、半分ぐらいの人は見てないと思うけど、気づいたらポチってたみたいな。私今回のモルカッチもほんそれなのかなって思う。まあでも育てます、ありがとうお父さん。そう、なんか鬼滅っちはね育ててないんです、私見てないから鬼滅の刃なんか育てるのも違うんだよなって思ってね。箱から出してないよ、出してないもん、マジパッケージ開けてないからね。そうだからモルカッチは、そうだね、いろいろ落ち着いたらやりたいと思います。モルカッチはね、ぷいぷいモルカっていうアニメがあって、それのたまごっちです。 AKB でダンス上手い人って誰？そうですね、ヨコちゃん上手です。あと、ごめんなさい、あのね冗談言おうと思ったけどやっぱやめた、私って言おうと思ったけど嘘です、ごめんなさい。そうだね、ダンス上手、ヨコちゃん上手だし、でも上手な子いっぱいいるよ、はい、上手な子いっぱいいるよっつってね。ハマちゃんとかはね、ダイナミックな状態でダンスが上手なんですよ。そうだからね、そうとかリンリンも上手だし、なんかね爪が汚い、みゆちゃんも上手だし、上手な子いっぱいです。ぜひお気に入りのダンスの子を見つけてください。綺麗なダンスはセリカかな、私的。そうだね、セリカはすっごい綺麗なダンスです、本当に素敵。そうなんか本当絵になるよね、うん、私はダンスやってただけなんでね、本当そうあはまあでもダンスは大好きです。あ、いい感じ。あとミッサーもいいんですよね、すごい。はい、はいっつってね。
エイトの曲で一番ダンスが難しいのは、あ、ダンスが難しいのだとなんだろう。難しいにもいろいろあるんだけど、一番苦戦したのは、なんだろう。なんだろう。ジタバタかな。そうだね、ジタバタはなんか大変です、すごい、なんか大変です、すごいっつって、ハチの巣は難しいとかじゃない、あの曲はね大変です、でも私はすごいむずいとはそんなに思ったことはないかな、わかんないや、苦戦したっけ、振り入れの時に苦戦したかどうかがあんま覚えてなくて、なんかね、ダンスのジャンルによるんですよね、どっちかっていうと私ジタバタよりかはハチの巣の方のジャンルの方が好きっていうか、なんかジタバタの方ってすごい手振りが多いじゃない、私手振りが多いのが本当苦手なんですよ、そうなんですよ、あとああいう綺麗に見せるダンスがすごい私苦手なんです、だからそう、なんかジャズとかが苦手っていうか、やったことない部類なんですよ、ほとんどもうやったことない部類です、なのでちょっと難しく感じるのもある、私そうジャズダンスやってないから、私はヒップホップとロックとハウスだったんで、そう、ルームはまた違うんだよね、そう難しいな、手振りっていうルームはまた違うんだよね、あれはロックだからまだいける、確かに手振りは多いしめっちゃ早いけど、そうめっちゃルームは早いけどね、そうなんか個人的にはルームはと、その私の思うそのまあ私がむずって思ったのは、でもやっぱ僕たちは戦わないはむずいかな、手振りが多すぎるあれはっていう、ルーマはねやっぱ早いんだよねめっちゃっていうのはあるんですよ、私そんなに早い、私がやってたロックはそんななんかめっちゃあんなに速くなかったから、そうだからルーマは早いからその分難しいっていうのはある、手が追いつかないっていうのは確かにあるんですよ、でもそうなんか割とさ手振りが多い曲、まあでもダンス曲だけじゃなくても手振りがなんかめっちゃ多いやつとかはに苦手です、私あと似たような振りがいっぱい出てくる曲も苦手ですね、はい、一番振り入れに時間かかったのは、そうですね、なんだろう、あんまり思い出せないんだけど、一番振り入れに時間かかったのは、でもなんかこの言い方はずるいかもしんないけど、初期はすっげー時間かかったんで、ポニーシュシュとか本当に1週間かけて覚えたから、あれそうあれね、そうですね、ポニーシュシュは1週間ぐらいかけて覚えました、そう、まあやっぱね最初って全然覚えらんなかったから、
映像見て覚えるなんて初めてだったし。え、慣れはめちゃめちゃ大事です。もうだって私はぶっちゃけ言うとメンバーの中で一番動画見て覚えて、あ、それは嘘だ、さすがにそれは嘘なんですけど、え、でもなんか私は本当にめっちゃ学業優先でレッスンすっごい休んでたんですよ。だからその分なんか動画で覚えていくっていうことをたくさんやってきたから、そうだから今すごい慣れて、でもノーウェイマン覚えるめっちゃ大変だったの。なんならちょっとカレンちゃんに教えてもらいました。そうなんならカレンちゃんに教えてもらいながらやった。ノーエメおおおおノーエメなとこなんかもう何やりいるかわからなかったっけ。カレンちゃんここ何やってるってめっちゃ聞いた。これね、これ何の手みたいな。そう、振り付けと立ち位置どっち覚えるの。振り付けの方が得意です。立ち位置はね覚えらんないマジで。そう、割と細かい立ち位置そんな覚えてられないんですよ。そう、立ち位置覚えるめっちゃ苦手です。覚えるコツとしては一気に覚えない、なんて言うんだろうね、例えばイントロ前半部分だけ何回も見るとか、そう A メロだけ何回も見て覚えてから次行くみたいな。絶対一回は映像止めて自分で一回確認するっていう時間も作るのは大事です、すごく。じゃないとアウトプットできないから。そう、だからとりあえずここまでで、じゃあ一旦最初からやってみようかなみたいな感じでやっていく私は。うん、小分けにする。無理無理、一気になんて覚えらんないよ。でもあとなんだろう、振りのたくさん踊るっていうことも大事ですだと思う。どういう意味かわかんないんですけど、難しいんですけど、なんか自分の中にステップのストックとかつけとくと、なんて言うんだろうな、なんかまあ回数こなすことだと思う。でもそれはそうだな、なんか絶対さ、なんかなんて言うんだろう、なんか名前がついてる決まってるステップとかあるじゃんか。なんかランニングマンとかボックスとか、そういうのをもう覚えといたら、あ、ここボックスなのねみたいな。そこはだいぶスッといけるから、そういう、そう、そういうのをやっとくといい。あとはもう動画見て慣れること。最短で何日覚えたの？1日もかかりません。基本的にもう最近は1日かかんない。早くて30分、長くて1時間かな。そうですね、はい。動画見て振り覚えるのは、まあ、一個の特技ではありますかね。まあ早くですね、30分は。めっちゃ簡単な曲とかも30分で終わるんですけど。そう、でも立ち位置に関しては絶対立たないと覚えらんないです、私は。だから特に公演とかの時は一回はもう自分で立ち位置立たないと分かんない、絶対覚えられないみたいな。そう、ほんと立ち位置は一回立つと安心するみたいな感じなんです。じゃ、そう、逆に一回立ったら覚えるんですよ。でも一回も立たないと不安でしょうがないみたいな、ずっとハラハラしてる感じがします。そう、
まあでもね、あの動画見て覚えるのに関しては本当に慣れなんですよ。だってダンスやってても動画見て覚えるってことないもん。だいたい先生に覚えてもらう、先生に覚えて、先生に教えてもらうから。そう、マジで動画見て覚えるのは本当 AKB 入ってからです。そうで、なんかコンサートでレッスン行けなくて、まあリハみたいな時に私覚えてなかったんですよ、教えてもらえると思ってたから。そう、でももうじゃあもう自分で覚えてきてくださいって言われて、あ、レッスン参加できなかったら自分で覚えるもんなんだって思って、そう、なんかそうですね、なんかでもその日はもうなんか、じゃあルンバちゃん見学しててみたいな、覚えてないからって言われて、なんかめっちゃ悔しかったんですよ。そう、あ、絶対レッスンしてもらえるわけじゃないんだみたいな感じだったから。そう、あのレッスン参加できなかったらね。そう、そう、私的にはダンス習ってた時とかマジ動画覚えて、動画見て覚えるってこと本当になかったから、もうレッスンしてもらえるのが当たり前っていう風に思ってたから、まあね、それはもう学業優先でレッスン休んでたわけだから、その時は。そう、でも本当、あ、レッスン休んだら歩行とか、まあ、してもらえる時もあるけど、まあ、してもらえないことの方がちょっと多いんですね。やっぱダンスの先生も忙しいですし。そうだから、あって思って、そう、うん、でもなんかそうだね、なんか、うん、ダンスのステップとかいろいろ覚えておくのも大事、大事っていうか、なんていうかだとは思う。その方がね、気持ち的に楽です、すごい。はい、そう、なんか私最初の方とかであのリセット覚えたんですよ。そう、参加できなくてレッスン、そう、リセットだよね、うん、リセット、リセットとか、まあそういう、まあ、ダンスの曲とかあるじゃん、なんかやっぱそういうのとかもそうだし、まあなんかよくチーム、じゃない、 AKB とか2ステップの振りとかも出てくるじゃない、だからまあ、あ、これ2ステップかみたいな、ステップが1個でも知ってると自分的に気持ち的に楽になると思います。これはどのぐらい2ステップするのかなで終わるから。そう、これってどんな振りよみたいな、全然わからんこの振りみたいなっていうことにはならないから、そうだねって思いますけどね、私は。って思います。これは分からん、個人的に全然分からんけど、そう、でも本当ね、動画見て覚えるなんてね、なんかどれだけ動画見て覚えたかだと思う、本当早くなるコツは。ダンスやってたかも関係あると思うけど、でも動画見て覚えるっていう行為をあの繰り返し行ってないと多分早くなりません。うん、ダンスやっててもね、動画見て覚えるなんてことそんななかったからそう、本当にそう思います。はい、うん、そう、慣れです、本当慣れ、慣れです、慣れ、全部慣れ、全て慣れ。ダンスの振りを動画で覚えるのに関してはもう全部慣れです、慣れ、はい、本当にそう、マジでこれは本当にそう。でもまあ動画にも限界あるんだよね、特に結構あのレッスンの動画とか引きだから全然見えないこの手みたいなっていうことはある。やっぱどうしてもそこはね限界があるんですよ。だからそういう時はなんか
ライブ映像とかで同じ曲やってないかなっていうのをまあいろいろ見たりして、ここズームになってないかなって調べるっていうことは私やってました。そう、そう DVD とかでね、割となんかそうだね、 AKB あこの曲もやってる一回みたいなとかあるから、まあなんか自分がそうだね、そうですね、うん、そういう時は他の映像探すかメンバーに教えてもらうかです。そう、DVD 見返したりとか、レアな曲つらいです。まあでもさすがにそんなレアな曲をね自分でフリーにしたことはないですね。そう、ABC ダンスでも無理です。焦らずに覚えましょう。そんなね大丈夫、そんなすぐにね覚えられる人ってそんないないから。そうそう、多分その人はよっぽど動画見てやった、動画見て覚えるっていうことを繰り返したか、なんかあたもう天才かだけです。はい、何回も見ることは本当に大事ですよ。うん、もうそれが何百回なのか何千回なのかの違いだと思うよ。リズム感、うん、リズムは関係ない。うわー、リズムどうなんだろう。まあね、リズム感あればいいんじゃ、リズム感、まあリズム感確かにあったら、まあリズム感はあった方がいいよね。なかなかそのダンスって音に合わせてやるから、なんかそこカウント早いよとか言われてもリズム感なかったらわかんないのかな、ちょっとわかんないんですけど。でも音取るの早いとかね言われてもなんかわからんかったらわからんしみたいな。続けてたらコツつかめる瞬間が来ると思いますよ。うん、はい、マジで諦めないことが大事、これは本当にそう思いますね。はい、ということでじゃあ今日はここら辺で終わりにしますね。じゃあギフト読むね。松さん、バラ、はるにゃんさん、ハート、はやちゃんさんが、小判、アーキーさん、ポーション、と、タコ、で、桃の天ぷらさんが、ハート100個、はやちゃんさんかっこいい、玉国さんが、ハート、アーキーさん、花束、夏目さん、ハート、アーキーさん、バラ、はやちゃんさん、ハート、大粒ちゃん、とんがり帽子、はやちゃんさん、小判、はるにゃんさん、バラ、大友さん、アイス、アーキーさん、だるま、100個。アルビンズランクさん、ハート、ありがとうございます。13位、ナナタさん、12位、ソランさん、11位、タクトさん、10位、ロミツさん、9位、飯田ひろゆきさん、8位、カラスのカーコさん、7位、海指さん、6位、夏目さん、5位、大粒ちゃん、4位、TKHKG さん、3位、アーキーさん、2位、玉国さん、1位、がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。また明日。
おやすみー。